石川雅紀、23年連続安打達成、自身の投手プロ1年目からの記録更新。ヤクルト石川が立ち上がりの2失点に悔いを残し、5回2失点で3敗目。それでも1回には右前田を放ち、23年連続安打を達成した。自身が持つ、投手のプロ1年目からの連続安打記録を更新し、ピッチャーも9番目の打者なので、塁に出たい気持ちも当然ありますと振り返った。それでも投手としての結果には唇を噛み、至急が点数に絡んでいると猛省した。石川以上の投手を6人揃えてた時期なんて巨人にもないだろ。エースは晴れなくても巨人で登板はできてたわ。三浦は阪神に行ってれば200勝できたろ。奪三振率 2.65 なの好き。昨日丸から見逃し三振取って今季10個目。なんだかんだで試合は作れるよな。5回2失点だったら十分だろ。でも、まあ今年で引退かな。駆動パターンだけでなく明さんパターンもあるからわからんぞ。他のチームならとっくに引退だけど200勝達成のためヤクルトから契約してもらってる感じだな。2030年ぐらいだっけ？新神宮球場の開幕投手をしてほしいので続けてほしいと思っている。ヤクルトには石川より良い投手が片手で数えるくらいしかいない。このままだと50歳近くまで現役だろ。毎年しっかり1本はヒット打ってるのすごいわ。神宮なのに投手としても最低限の仕事はするしいつまでやるんやろ。ご視聴ありがとうございました。